2022 D1 ライトシリーズラウンド8美北。まずはここ美北ハイランドサーキット、ようこそお越しいただきました。皆さんありがとうございます。これが最後の今年のライツの戦いということですから、このライツシリーズの最終戦、美北での戦い、そしてチャンピオンの決定というところをどうか最後まで楽しんでいっていただきたいと思います。今日はこのコースどうでしょうか。いい角度でギリギリのところ来た。さあそしてスピードを上げてふわっと来たね。ちょっと、はい、ちょっと抑え気味、ふわっと来てコースアウト1、はい、さあまずは進入のふわ、そして第3ゾーンでのコースアウト1輪、あ、 OK ですね。このいつものこの水色のマシン、おギリギリ大丈夫か。大丈夫ですね。さあそして手前から、はい、フリーですよ。振ってきた。いいですよ、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 いいですよ。ギリギリ乗ってアクセルをずっと入れられている。そして最後ここのフィニッシュもしっかりきた。さあ2本目、なんとかこの1本目の失敗を取り返すことができるか。遠いな、遠いね。確かに振り出しがだいぶ飛ばすことになる。突き抜け系になった。そう、突き抜け系ですね。ちょっと突き抜け系の2コーナーのライン。あー最後は危ない。やはりベスト16には残らなかった。今日はこのソアラで、あー振り出しがやばい、打ってくる、ギリギリ、また当てた。あれなんだ、ちょっと落ちたかな。ちょっと落ちましたね、はい、さらに第3ゾーン。これ昨日のデジャブみたいな、昨日もやってませんでしたっけ。これこういったところ狙える。さあいい で、はい、ここ でいいスピード、そこから伸び出し、ギリギリのところ、さあ角度つけて入ってくる。さあギリギリ回し込んだ、ギリギリは回し込んでいる、出てはいない。さあ返して、最後のフィニッシュどうでしょう。さあどこまで、1本目よりはまだマシですかね、はい、若干伸びましたかね。さあ続いて浜田です。浜田出るか最後、とにかくこれが浜田の2本目、最後は振ってくるが、かかった、クリクリ大丈夫、クリクリ、ギリ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 かかった。第3ゾーン、なんとかやっと踏み切ってきた。青いマシン藤本、最終コーナー、まずここは今日みんなまずはだここ最終コーナー OK。 第1ゾーン、あー届いてない、外した、戻った、近づくんですね。はい、ちょっと振られましたね。だいぶ第1ゾーン、第2ゾーンを意識した状態、初めてこの美北にやってまいりました。さあここからちょっと来た、ちょっと、はい、ちょっとふんわり、はい、だいぶぬるっときて、だいぶその間にスピードも落ちちゃいましたね。そして第3ゾーンもちょっと届かないぐらいな。なるほど、はい、飛び込む瞬間だけ。ライバル大したことないんですね、じゃあ岩井さんのねさあ61番の坂井道夫、いやー、これはなかった、振ったね振ったね振ったね、これは思いっきり行き過ぎた。その角度で前行っていけない。そうだよ、いいよ、あー届かない、あ、まだ届かない。まあ1個せよ、1個せよ。そうですね、まずはそこを捨てる。でもダメだ、2つも通れない、危ない、うわー、赤逆感状態でぐさ、おお、もう全部中途半端な状態で飛び込んできちゃいましたね、やっぱり。もう多分最終の第一ゾーンのとこだーってなってますね、もう。あれ、海本さん、だから、それ関係なく行っちゃいって言ってたから、最初から捨てちゃえばよかった、ね。捨てちゃえばいいです。それでも入ってきた、デッケン80番、小林智和。これは大丈夫ですね、ここまでは。さあ、小林、まずは第一ゾーン通過。あー、振り出しが甘い。手前から、これでは、届かない。だいぶ手前、あ、やっぱ、あー、これも、また一緒です。また一緒ですね。はい、あら、だからやっぱなんかギアが抜ける。第1ゾーンに向けて、あばい、あー、危ない、アンダーだね、アンダー出したね、完全アンダー、はい、完全アンダー、完全アンダー状態。ダメだ、全くのピンカットリズムを取れません、はい、これはアウト、大きなる減点。
2本目決めますよとか。さあ2本目、はい、戻り取られる、絶対振られ取られる、ほらもう違いない、ね、はい、今のはもうあれは完全にまっすぐだった。距離感は悪くない、距離感は悪くない、距離感は悪くない、かからなかった、カット、第3ゾーン通らず、そして第2ゾーン通らず、そしてインカット。このクラス今のところ全車、はい、いい得点が出ていない、ギリギリまずは通過ゾーン1、そして繰り出し、おいぞ来た、期待を、期待、期待通り、やりすぎた、これですね岩井さん。いやこれじゃない、さすがに、さすがにこれじゃない、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 神尾さんの期待通りだった、俺の期待通り、俺もこれのことかと、いや違う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 、さっきバカすぎに良かったからな、これ2本目ちょっとでも置いてこようもんなら得点は伸びませんが、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、さあ攻めてくれば、いいスピード、スピードいい、いいフリー、あ、いける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 、入ったー、綺麗なところ、ちょっとぐらついたけど、そうちょっとアクセルが一踏みにならないけど、はい、ちょっと、あーやったー、アウトー佐藤信文です。さあ佐藤も、あー出た、旗出た、いい振り出し、いい、いい、いい、出たー、戻るクラッシュ、諦めましたやっぱりね、まあそれはしょうがない、これはちょっと出過ぎたところから、いい振り出しだった今、出てクラッシュ、どうでしょうか、あ、これ取られるだ、ほら出た、あーまずは旗が上がっている、前からいい振り出しが来た、いいとこ走、あ、カットだ、あー、インカット、インカットしません、ね、2コーナーね、インコーナーですか、はい、あー最後危ない、さあそして62番吉田道夫1本目失敗、さあ2本目、今日もあーやっぱ置いてくるしかないか、やっぱり置いてきた、これでも綺麗には持ってはいきますが、ちょっと角度ない状態での第3ゾーンから最後までフィニッシュはいった、ここ美北マイスター戸田誠、特にその単走遠いね、遠くから不安だ、あれ高得点とまではいかないかな、はい、綺麗には全てをなぞっていきましたけども、はい、もういいです、さあそして三好です、三好です、あーダメだやっぱり、ちょっと戻ったか、いい振りだいい振りだいい振りだ、踏んでる、そしてここは失敗、三好も、三好もここまでか、これは大きなる2本目の失敗、はい、だ点を取りに行って取れなかった、情けない、高山今ギリギリの戻りは大丈夫か、さあそして振り出しだね、やっぱり今は OK、 ギリギリ第3ゾーンを乗っけてくる、さあ最後のフィニッシュ、最後のフィニッシュ、そのまま行っていけば点は入ります、それを全て直していい状態でもう一度単走優勝を狙ういいということを言っていた、さあ長野一本どう持ってくる、いい振り出しだ、スピード悪くないね、スーパーなんと回ってしまった、ちょっといいラインに乗ってなかった、はい、ちょっと本人的には振り出しがね、多分本人の中では2段階になってると思ってる、若干、はい、スパッといってないんで、スパッといかなかった分が、さあ野々井歴もうちょい上げときたい、やはり7点真ん中このぐらいは出しておきたい、はい、あいいですよ、さあどうだ、まずしっかり入ってきた、いやいいですよ、問題ない、さあ今度はいいところ、今度はいいラインできた、さあこれなら大丈夫だ、最後のフィニッシュだけ、それ辛いよ、最後のフィニッシュなんとか持ってたギリギリ、さあ続いて近藤義道86、越していける、さあうまくまとめれば、成功すれば近藤、はい、どうだどうだ、ああ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 あ、ちょっとうまく止めてゾーン合わせてった、さあそして今フィニッシュ、今最終コーナーゾーン1 OK、 そしてちょっと手前からちょっと引っかかり気味、あーやばい、そのままそのまま流された、はい、だいぶ手前から振ってそのまま何か何もなんかオフ状態で何もできずに、はい、もう何もせずです、あまり走っていないところではありますが、あやっぱりなー、あーゾーン1が取れないか、青旗が出た、そしてちょっと流された、いやこれもいい
や、これも全コースアウト。ここもやめます。いや、結構だんだん飛び出すようになってまいりました。大丈夫ですか皆さん、見えてますかね、はい、今ねインカット、はい、さあそしてさらに第1ゾーンは今度は通過、そして振り出し、それはやりすぎた、手パイプ、全くいい走りができないまま踏み元終わってしまいました。さあ2本目、まずは最終はここはクリア、そして第2ゾーン、いい角度をつけて戻っていく、小さくなっていく、はい、第3ゾーン、第3は普通か、これ戻るよ、あれは一度もベスト16に持っていくことができないままなるか、ここそれともなんとか振り出しできるか、やっぱ縦振れない、オンライン、オンライン、オンライン、ここはギリギリ、このまま、このまま、一投一点、あー、戻った、これは、あー、武藤、さあ、完全に戻った、はい、アンダー出したね、今、ねえ、武藤が、もうダメだね、こうなると、さあ、このあたり、武藤は、昨日もちょっと調子悪くて、まともに2本が走れなかったんですけども、ベスト16残っていきたいところ、今シーズンはまだないというところから、手前から引いてきた、さあスーッと合わせ込んでいく、お、割とそう、こういう信号っぽい走りだ、ここはね、さあ角度が安定するんだよ、はい、割とここは安定して振り切って、はい、そのまま抜けた抜けた、シンカーです、トラストレーシング、シンカー深夜、1本目はやりすぎた、あーやった、あー旗が出てる、あ旗出てる、いい振り出し、距離遠い、いい振り出し、ギリギリかすめた、ギリギリかすめて、いいスピードで踏んでる、この後半はいい、ちょっとね突き抜け系だったんですけどね、まあ、そしてデッケン4番広瀬優太、1本目得点伸びていません、ただハマってくる可能性はある、多いぞ、走り振った、かかっ、あーちょっと1フラかかった、ギリギリはかかった、第3ゾーン、そして最後なんとかそのままフィニッシュ、ギリ、さあここから2本目、神野です、まずは最終コーナー立ち上がって、いいよ、そしていい振りだ、いい振り、振り入ってくるか、届かないか、ちょっと届かなかった、惜しい、この辺りはいい、ここはいい抜け、オレンジのマシン1本目大失敗、はい、振り出し、ちょっとやりすぎた、やばい、うわー、それはひっくり返る、うおーおおすっごい当たり方、今のはひっくり返ったかと思ったけどね、あ思った、ペロンってね、はい、ダメですね、タイヤがもう、タイヤがだいぶ埋まっちゃいました、デロリ、デロリアン、デロリアンですね、もう足折れた、いや折れてない、いや折れてない、曲がってはもう折れてるかもしれない、左リアは、昨日は走りはできていたんですが、やはりいいんじゃないか、最初のこの振り出しをどうする、スピードがある、やっぱりちょっとまだ浅いか、まだ振りが浅いか、さあしかし後半はしっかりと取りながら、こういったところ角度をつけて最後のフィニッシュまで OK、 さあそして青旗出てる、やはり戻りました、戻り、斉藤敏夫、最終コーナー、青旗戻り、そして、外したか、第2ゾーン、そのまま突き抜けて、なんとか返してフィニッシュまでは行きまして、ギリギリ抑えてくるとは思うんですけど、可能性があるんですが、さあどうだ、はい、ちょっと手前から外れたね、手前から修正しながら、感覚なんとかなんとかコントロールして返して、そしてそのまま行った、中川直隆、さあもちろん中川も攻めてくるはず、いいスピード振り出し、いやこれは失敗、いい失敗だ、ちょっと後ろが追い越しちゃった、
角度が出すぎた。これは失敗ということになってしまいます。さあそして西山大輝、旗出たね。1本目失敗。第1ゾーンここで旗、さらには戻ってきた失速からの、はい、V 字みたいな感じ、はい、これは失敗です。昨日も落としてしまったが、さあ今日はどうでしょうか。なんとかいいスピードから、スピードいいよ、振り出していける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 、ちょっとちょっとちょっとだわ、あら土手登った、ちょっとだわちょっと、いやこんなに踏まなくていい、いやわずかのところで、わずかよ、わずかのところであんだけ土手いっちゃいましたね。9点以上のものを持ってるよ、はい。不動ですね、どっか止まってた、あ、もうダメだね、いや、スタートしたんですよ、ああ、今もうスタートしたんですね、はい、あ、トラブルか、はい、多分完全なる何かトラブルだ、もう何かが壊れている。今シーズンももちろんベスト16、日光で残っている、そして美北で最後なんとかベスト16、このマシンを進めたいということを言っていたが届かない、この辺りは届かない、角度をつけて振りたい、でも角度をつきすぎるとやはりパワーが足りないと、ギリギリのところ、もうちょっとでも上げときたい。さあ可能の2本目、フェイントを入れて入ってくる、ずーっと進めて、いいんじゃないこれは、まあ、今回は流れ良かったよ、今度はラインもいいぞ、この第3ゾーンのラインが非常に良かった、ギリギリ超えた超えた、何かがあるのか、最終のでなんか抜群なんですけどね、三好の最後の振り出し、いやこれはいけるか、どうだ、いい位置かけど今度やりすぎたか、いやいやいける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 、いいとこだ、ちょっと一分あってもこれいける、入った、踏んでる踏んでる、いい角度のまま踏み込んでった、三好フィニッシュも大丈夫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 、いやこれは旗が大丈夫か、大丈夫、ギリギリ旗は出てない、そして振り出し、いい角度つけて、もう一つは届かない、やっぱりちょっとこれも昨日に近い、遠いですよ、いや昨日もこうだったんですよね。ベスト16十分に残っているものがある、昨日も残った、さあ今日はどうだ、これがラスト2本目、はい、バシになったっすね、はい、バッと、あ、バッと突き抜けです、突き抜けだ、だんだん突き抜け、車が起きてきた、そしてなんとかそれでもうまくコントロールして、今回フィニッシュ、美北を攻略できるか、最後に思い切った走りが出せるかどうか、スピードはいい、そしてちょっとは振り出した、さっきよりはかかった、ギリギリかすめた、はい、ギリギリかすめた、一本目よりはいい状態で振り出しては来ましたよ、はい、立ち上がってくる、さあこの辺りはスピードを乗せて思い切った振り込みで、来たところ入るか入るか、大丈夫か、ちょっと失速しましたね、だいぶ失速してしまって中入ってった、はい、強引に持ち込みましたが、はい、昨日ベスト16に残してきた、あ、これ旗が出ないか、出たやっぱり、あー、ここ旗出て第1ゾーンは切られている、うまい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 、綺麗な振り出し、いや綺麗に持ってきますね、はい、綺麗な角度と振り出しと、はい、ホーム線はすごく綺麗です、その後のラインが非常にいいところ、お、そして昨日のあのスタートの失敗を何としてでももう一回やり直したいというところから、スーッとヌルッと振ってきたけど位置はいいぞ、距離はいい、位置はいい、はい、いいですよ、位置はいいところだ、振り出しはぬるかった、でも位置はいいところで振ってきた、そのままいける、はい、どうだ、今シーズン日光で出しておりますけれども、さあそのままこの美北でもいい走りを見せたい、スピードですよスピードですよスピードですよ、乗せて回し込む、あらー三達、あらー、これはダメだ、これは今ちょっと角度がつききれてなかったのか、現在は 7.4 というギリギリのところ、ボーダーラインにおりますが、いい振りをしてきた、うまくあった、ちょっと角度変化ありましたけど悪くないですね、はい、角度変化はあったけど逆に言うとうまく乗せてきましたよ、はい、さあそして谷本です、
昨日はまずまずいい走りを見せた谷本、ギリギリのところから、これはやりすぎた、失敗、ここはちょっと振り込みすぎた。はい、そうですね、はい、97点の前半、そこからさあ8点台、こういったところが出るかどうか。さあ、いやー、すごい振り、そのまま一輪は出た、出たけどそのまま行ってる、そのまま踏み込む、最後までフィニッシュ、豪快な乗り方。なんとか通過いたしましたが、今日はさらに行かないと。はい、出た旗、あー、まず旗が出た、第1ゾーン、そしてここ綺麗には展開していく、なんとかうまくラインを持ってった。第2から第3に向けてはまずまずですが、10位にはもちろん納得していない。さあ、そこからの今日どうだ、手前から打って、遠いですね、かからない、遠いですよ。今フリーチが、はい、フリーチ失敗しましたよ、はい、遠いです。本人でも分かってたと思います。このライスシリーズ今年の最後、水槽に行きたいというのは十分に分かる。スピードいいよ、スピードいいよ、スピードいいよ、踏んで、さあ入ってきた、入ってきた、さあこれは悪くない、最後まで切り抜けないよ、最後のフィニッシュ。さあ、そして土井です、土井も下がず、土井もまだ残っていない、昨日の3位土井が、いいよ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 、いいラインだ、いい、来た、いいラインだ、来た、土井も、土井も踏めるラインで来た。さあ土井、最後のフィニッシュの部分だけ、土井もギリギリ、これなら大丈夫、しかし本来の走りが出せれば、この山口金平も初の美北でなんとか残ってくることができるか、まだだ、まだダメか。いやー、これで多分やっと30周超えたぐらいしか走っていないこの美北、なんとか残るところに、昨日は落としてしまった、今日はなんとか残りたいところ。現在ランキングも非常にいいところまで来ている今シーズン、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、いいところ入った、いいところ入った、いいっすよ、かかってない、ギリギリかかってない、かかってない気がする。第3ゾーン外した。昨日すごい運も持っていた、昨日4位という成績、伊藤光則がまずは単走、いや、いい振り、いい振りでちょっとふらつきながらもなんとか回し込んできた、はいはい、ちょっとラインはずれたものの速さはあるね、はい、いいスピードで踏み込んでいる。さあ続いて水野俊彦、さあ水野はどうだ、もうこの辺りランキング上位陣、すごい走りの連発になる、ぬるっときたけど、いい角度だ、いい位置で、いい位置で来た、結果いい回し込みになった、さあいい回し込みになった、その振り方がちょうどいいところに来た、危ない、昨日は落ちました、今日はなんとか残りたいところ。さあいいスピードで来た、そして振り出し、悪くないところ、飛んでくる、さあここ持ったのが来たのが、ここ回していく、さあ来たのがここも乗っけてきた、さあ最後のフィニッシュ、ギリギリ大丈夫、この180で、さあ田村健太、昨日は落ちた、今日は残りたい、ちょっと遠い、ちょっと遠いところから、さあなんとか第3ゾーンには来ましたが、ちょっと遠いところから降ってきた、おそらく 7.6 というところ。さあそして中村大輔だ、まだ日曜日に残ったことがない、中村がまず外す、さあ第3ゾーン外してった、そこまでの走りはまず、いやダメだ、あ最後戻ってる、さあ最上1本目で決めたい、来い、なんとしてでも1本目、これで決められるか、深みに余ったディープ最上が、いや、さあいけるか、いけるか、いけるか、入ったか、どうだ、いい、踏め、1輪出た、さあマイナス1点、それでもそのままいけてればギリギリ、しかしこの単走も最後1本しっかりと決めていきたいというところ、いい振りだ、さあここは誤差と、ここは失敗、非常にいい振りを見せました、はい、ここまで、はい、いうところで決定、
いやー、この美北ラウンド8単走、まずは最後でだいぶ順位が変わりまして、単走優勝を決めたのは土井正和選手でした。おめでとうございます。